鮎の塩焼きと鶏の唐揚げ、唐揚げじゃないか、地鶏の串焼きを、まあ、今食べているけど、でもこれ美味しいな。これ菊池渓谷、菊池渓谷、あ、うまい。え、これは何、全部食えと。頭と尻尾は残して、うん、若干腹綿が残ってるんだよね。それが少し気になるけど、まあこれを今度は登っていくんだね。ね、あの、え、なんでこんな滑るの超滑るんだけど。これは菊池渓谷のなんだっけ、あの売店の人が言ってたのがこの橋、いや、この橋じゃなくて、ここの上に夢大橋っていうのができて、うん、吊り橋でちょっと前まで日本一とかで、あ、そうなんだ。ね、あの、え、なんでこんな滑るの超滑るんだけど。これは菊池渓谷のなんだっけ、あの売店の人が言ってたのがこの橋、いや、この橋じゃなくて、ここの上に夢大橋っていうのができて、うん、吊り橋でちょっと前まで日本一とかで、あ、そうなんだ。菊池渓谷だね。本当に水の流れが綺麗だな。水が綺麗だもんね。本当青いな、川底青いね。青い、うん、ここに夏来たらこう泳いだりできて、2月、夏に、あ、夏に来たら泳いだり、うん、まあそりゃ泳ぐよね。そんなに臭そうな水じゃないし。多分動画で撮った方が分かりやすいね。うん、分かる分かる、動画の方が。いっぱいいるね。すごくいい透明度高いわ。すげえ透明度高いわ。あ、俺撮られてる、俺撮られてる。もうどうせ答えできないから。まあ確かにあれだよ、6つよりかはもうオープンの方がいいからね。渓谷お手洗いか。あ、もう戻れってことね。ね、まあジムニーが今はもう手に入って名義変更ができて、
22日の朝にね、鳥取へスリルドライブをしに行きます。まあ大体こんな感じでうだ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 、まあ、むしろね、20日に本当は今日中にもう置けたら置いちゃったら置いちゃうはずだったけど、研修やる財団の方が土日は土日月って3連休入っちゃってるからジムに置きに行けないんだよね。だからその都合でちょっと21日まで滞在を延ばしてもらえたから、そんな感じで、出発が22日だね。ほぼね、8年、今日、ほぼ10年と言ってもいいかな。まあ、ペーパードライバー、10年間車を乗らないゴールド免許になってるから、まあ、このペーパードライバーがちゃんと運転免許証として使える日がやっと来たと。いうことで、まあ、移住まではね、あと4月1日から始まるけれども、それまでちょっと書類とかごたごたしたものは、ようやくこんな感じで観光しつつ、片付けていくわ。